FLHX ストリートグライドでございます。年式は2008年インジェクションモデルですね。距離が 35,160km となっております。車検が来年まで残っておりますね。はい、ツーリングモデルハーレといえばですね、このでっかいカウルというんでしょうか、バッドウィングとかヤッコカウルとか言われておりますよね。これがやっぱりハーレらしさっていうのがあるんじゃないですかね。ロード系のねシャークヘッドのダブルライトのやつもいいんですけども、やっぱりこちらのヤッコ系がいいんじゃないかな。はい、こちらの方車両ですね、ロアフェアリングがついております。足元のカウルですね。はい、ベント付きでございますので、夏は開けて冬は閉めてという形で走行ができます。あるなしでやっぱりだいぶ違ってくるんじゃないでしょうかね。エンジンでございます。はい、ツインカム96 V ツインの 1586cc でございますね。はい、ツインカムでございますのでね、荷物満載、タンデムでも高速走行余裕って形でしょうかね。ラバーマウントなんでね、すごいブルブルしておりますけれども、これがないと振動が直できちゃうんでという形になります。はい、ハーレーはね、他のバイクとちょっと構造が違います。エンジンオイル、プライマリーオイル、ミッションオイルとね、カイルオイルも多数ございます。ちょっと大変かなという感じですね。シート高はですね、私が乗っても両足べったりです。低重心でございますのでね、ちょっと踏まれるという形でしょうか。ただ車体は重たいのでね、押し引きは大変だと思います。はい、ツーリングモデルといえばこのバガー、サイドバッグでございますね。はい、ウルトラ系ですとこの上にトップケースもつくんですけれども、ない方がやっぱりスッキリしてていいんじゃないでしょうか。マフラーはノーマル左右出しという形になります。テールランプはこれ LED に書いてありますね。アンテナはヘリカルになってる感じです。はい、もちろんサイドバッグこちら側にもついておりますね。エンジン右側でございます。はい、プッシュロッドの方がねかっこいいですよね。はい、ETC はこちら 2.0 がついておりますね。もちろんヘッドライトは丸型の一つ目タイプでございます。バルブはノーマルですね。ハンドルでございます。エイプバガーの Z 版、よく言うロボハンというタイプがついておりますね。座るとちょうど手を伸ばした位置にあるというんでしょうか。ノーマルよりちょっと高めになってるのかな。ちょっとミラーが見づらいっていうのはありますよね。アンプはですね、こちら Bluetooth 対応のものに変更されております。ちょっと光っちゃって見えないかな。スマホなんかにつなぐには便利じゃないでしょうか。はい、憧れの一台のハーレーでございます。ツーリングこちらに行かれるのも一つの夢じゃないでしょうか。スポーツスターからのお乗り換えなんかもおすすめの一台ですね。この機会にいかがでしょうか。